岩手大学の菊池です。で、今日はですね、違法性を制御した次世白膜組織の基礎特性と、磁気デバイスというのはセンサーの話なんですけども、それについてのお話をさせていただきたいと思います。で、今日の発表はこういうタイトルをつけさせていただいてますけども、プロジェクト名としてはこちらで3年間続けてきた中身の内容になります。で、私が代表を務めてますけども、その他こちらに示す方々に分担者として協力いただいてプロジェクトを進行してきております。で、まずはじめに研究の背景ですけれども、磁気デバイスの小型化というものが進展して久しいわけですけれども、現在もさらに小型化で周波数も高くなっているというのが進展しております。で、そうすると当然白膜が対応されるわけですけれども、その中で特に白膜の持つ磁気包性といったものがありまして、で特にこの場合ですと一軸の磁気包性を有するものが対応されます。で、これが何を意味しているかといいますと、磁性材料があって、要はこの方向あるいはこの方向に磁化曲線を測るとそれぞれこういうようなループを示します、これが磁気特性を表すものになるんですが、で、これを見ていただくと、この赤い方が磁化しやすくて青い方が磁化しにくいということで、その磁化のしやすさというのが方向に変わるといった特徴があります。で、これを、いろいろ、デバイスとして応用するときに制御するということが重要になってきまして、一例としては例えばマイクロインダクターですと、これがそういうコイルがあってその下に磁性膜があるんですが、例えばこちら方向を困難軸にしてこの方向に放射で例示する形になるんですけども、そういう制御が必要になるのでこちらに陽位軸をつける必要があったりですとか、こういうリム型の資料を使う場合にはこの周に沿っている方向に違法性が制御されているのが望ましいんですけれども、なかなか現状ではそういう制御の仕方が難しいので、あえてこれをランダムに統合的にしてしまったりして、制御して使うということがなされます。で、また、磁界センサーとして今日私がお話しするセンサーになるんですけれども、高周波キャリア型とかあるいは GMI といったものが馴染みのある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういったセンサーがありまして、それは陽位軸での方向に高周波で例示するといったことが基本になってくるような素子になってまいります。で、これは、簡単に言ってしまうと、磁性材料に高周波の電流を通電した場合のインピーダンスが外部磁場によって大きく変化するといったことを利用するものなんですけれども、現象としてはもう1935年にハリソンらによって報告がなされておりまして、ただその後は特に何かに応用されるということはなかったわけですが、1990年代前半に、当時名古屋大学におられた森先生の報告がアンモルファンスのワイヤーで非常に大きな磁場に対する非常に大きなインピーダンスが変化が得られて、それを高感度なセンサーに応用するといったところから研究が盛んになってきてまい、なっております。で、このセンサーを、我々も研究しているんですが、電子回路なんかと一体化する場合には白膜の方が有利であろうということで、我々はワイヤーではなく白膜でずっと研究を進めております。で、そうすると、こういう区形 の素子を使うのが一般的なんですけども、その長手の方に高周波の電流を通電することになりますので、この幅方向が高周波で例示される形になります。で、この幅方向を陽位軸にするのか困難軸にするのかといったことで、さまざまな特性が実現できまして、ここにはいくつか例を載せてますけども、注目していただきたいのはこの赤いラインで書いてあるやつで、横軸磁場で縦軸のインピーダンスなんですが、これは非常に大きな外部磁場に対して変化が得られていると。で、これはどういうものかというと、幅方向に陽位軸を制御してこの長手に磁場を加えている場合のものになります。なので、これをセンサーとして使う場合が多いので、先ほど申しましたように陽位軸の例示が必要だということになってまいります。で、センサーの原理はざっくりとだけ説明すると、外部からこういう磁性材料に通電しているときに磁場を加えますと磁性材料の当時値が変化いたしますので、かなり大雑把な言い方ですけど、インダクタンス、素子のインダクタンスは大体当時率に比例いたしますし、また当時率が変わるとですね、表皮効果が顕著になって、抵抗変化も生じると。で、この両者でインピーダンスが大きく変化するといったことを利用するような素子になっております。で、このセンサーの特徴としましては、磁界センサーとして用いるわけですけども、磁界センサーといってもさまざまなものがあって、GMR、TMR ですとか、フラックスゲートセンサーといった磁性材料を使うものから、半導体を使うホール素子であったり、超連動のスピットということであるわけですけども、これは横軸を磁界検出レベルにとって、それぞれのセンサーがどのぐらいの感度があるかというのを示したもので、実際ちょっと GMR やフラックスゲートはもっと下の方まで伸びていると思いますけれども、放射キャリアタイプ非常に高感度であるといったことが特徴だと。ただし原理的にスクイットには勝てないところはあります。
ただ、なるべくこちらに近づけてやると、これは室温で動作しますので、まあ、冷却が不要ということで、まあ、コスト的に有利だろうということで、これを高感度化させて、生体磁気や、あるいは、まあ、非破壊検査に応用しようといったことで、我々は検討を進めております。でただ、このセンサーの問題となる点は、まあ、先ほどちょっと、横軸、磁界で縦軸インピーダンスの変化で、グラフをお示ししましたけれども、磁界センサーとして用いる場合は磁場に対してインピーダンスが急峻に変化するところを使うことになりますので、そうすると先ほどの特性だと、動作点を、急峻なところに持っていくためにバイアスの磁界が必要になってまいります。でこれを一般には、まあ、あのコイルを巻いて行いますのでその分消費電力が高くなるといった問題があって、まあ、これをなんとか改善したいということで、協力研究者でもなくて中井さんの方で、まあ、低バイアス化を図るためにあの違法性を斜めにつけるような検討が、まあ、やられてまいりました。でそうした中で、こういうふうにあえて軸を斜めにつけてやると、インピーダンスの特性がこういう不連続な特性を示すといったことが見出されまして、でここの今回のプロジェクトではこれを何か新たな機能を持ったセンサーに応用できないかということが一つ大きな目標になっていて、まあ、それを行うためにこれらの動作解明やあるいはどういった素子の軸特性、特性のものを使えば、こういったところの磁界強度をですねコントロールできるかとかということを知るために、まあ、モデル化をして定式化するといったことが必要だろうということで、まあ、それらを、中心に行っております。で一方で、従来の先ほど示しましたような特性を利用した、高感度なセンサーを応用展開するということで、まあ、生体を磁気応用ですとか非破壊検査ということで、まあ、具体的には心磁計測や微小血管の検出といったあの応用例について、共同研究者の研究を紹介させてもらう形にしたいと思います。で初めに不連続の方の話ですけれども、まあ、まずあの違法性を変えていって磁気特性がどういう振る舞いになるかっていうのを、まあ、基本的にチェックするということで陽軸の角度を変えた素子を作りまして特性を分かりました。でこれはあの軸構造の写真なんですけども、この方向が陽軸で これが陽軸を示しております。でこのように角度が変わっていってる素子が実現できて、これのインピーダンスを測りますと、まあ、ちょっと見にくいかもしれませんけども、角度によって違いが生じてきていると。で、具体的には、まあ、ゼロの場合、この場合は、ここでピークを取っているんですが、このピークはどん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 角度が上がっていくが、に従って低磁界側にシフトしておりまして、ちょっとすいません、ここ文字化けしておりますけれども、まあ、そのピークを取る強度が、角度に対して減っていくと。でその中で、角度が低いところでは見られないんですけれども、まあ、この場合の検討ですと大体35度から75度の間で見られるんですが、不連続なインピーダンスの特性といったものが出現してきます。でどういう変化かというと、ここに示したような形になっておりまして、まあ、例えば 2L セットからどん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 磁場を下げていくと、ここでジャンプしてインピーダンスが下がって、さらに下げていくと今度バーンと上がると、こういう不連続な特性が見受けられるようになります。で、まあ、これをちょっと評価するということで、我々の方では今回この図を模式的に書いたのがこちらになるんですけれども、このインピーダンスが下がっている領域をデルタ HM として、これがまあ角度に対してどういう変化を示すかということを検討したところ、どん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 角度が陽軸の角度がですね幅に対してずれてくると下がってくるという傾向を示すということが実験的に今分かってまいりました。でまたこのインピーダンスが低くなっているというところはちょっと次にお示ししますけれども、軸構造が多軸を示す領域になってまいります。でこちらがその今言った多軸の話なんですが、これは先ほどのインピーダンス特性の半周期を示したものです。でこのインピーダンスが高いここの領域の軸構造を、まあ、それを見るための専用の装置で見るとこういう形になりまして、要はこれ見ると黒か白かの一色になっているので、まあ、全部モーメントが一方向を向いているような状態、単軸が実現できています。ただインピーダンスが低くなるところはこのように白と黒の領域が出てきて多軸の構造をとっていて、でこの写真だけからだと分からないんですが、単軸から多軸に移るときに急激にスイッチングのような形で起きるので不連続な特性が出ているということが、まあ、軸観測の結果からは分かっております。それに対して従来、高感度なセンサーとして用いているタイプのものについては、まあそうまあ、もちろん多軸か単軸の遷移というのはあるんですが、
それが連続的で、まあ、どん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 こう軸がぼやけてって消えていくというような形で、まあ、こちらとは違う挙動を示しているということは分かっております。で、まあ、こういう不連続な特性を示すので、これを表現するために、ここでは、京都大学のコンセプト協力を得て、まあ、単純軸モデルというものを、使って、それを表現することを試みました。でモデル自体はもう先ほどのこれ軸構造をそのまま絵にしたような形になっているものなんですが、ここの白と黒のものが2つの軸を仮定して、その中で磁気モーメントの向きがまあそれぞれ θ1、θ2 ということで、まあ、任意の方向向いていると仮定して、で軸の幅をラムダ1片方ですね、でもう片方1マイナスラムダ1といって、この3つをまあ未知数としてあります。でこ の, あの K に対して、まあ、いくつかこういう磁気的なエネルギーが定義できるんですけれども、これが極小になるように計算をしてやる と,、この3つの変数が求まりますの で, でこれを求めて求まるとですね、この、まあ、外部から磁場を加えている時にそれと平行の成分の磁化、まあ、これちょっと規格化しているものなんですけども、それを求めてやることができるので、陽位軸の角度を変えていった場合の磁化曲線といったものがこのモデルが計算できることになります。でこれがそれを計算した例なんですけれども、この陽位軸の角度を変えていくと、こういうふうに、まあ、飛ぶ位置が磁化曲線上で飛ぶ位置がずれてくるということが、まあ、表現できるようになってまいりました。で先ほど磁化曲線を示したわけですけど、で飛びが出たわけですけど、その磁化曲線の飛びとインピーダンスの飛びといったものが対応しているので、ここから先ほどインピーダンスのところで評価したデルタ HM といったようなパラメーターであれば、需要磁化曲線を計算することで、見積もりができるということになっています。でこちら実際に計算した結果と、インピーダンスの実験結果から求めたこのデルタ HM をですね合わせて示しているものですけれども、まあ定性的にはあるようにはなってきたということです。でまあ、もちろん今後、ただかなり単純なモデルなんで、まだいろいろ改善しなきゃいけない点はあるんですけれども、まあ、ある程度、定性的な振る舞いっていうのは、磁気特性を決めてあれば、見積もることができるような状態にはなってきているということです。で、さらに今後は、インピーダンスも定量的に評価できるように、今、改善を加えていきたいというふうに考えております。で一つ今、まあ、モデルにまだまだ改善点があるという話をしたんですけれども、先ほどのモデルです と,、まあ材料の中に半磁界というものが生じるんです、半磁界というものがあるんですけれども、それが、実際は分布を持つんですけども、先ほどのは、均一だという仮定をしておりました。ですが、集合軸モデルといって領域をいくつも区切って、その中に単純軸のモデルを仮定するようなモデルを提唱してやると、まあ、分布が表現できるので、そういった改善をしてやると、これまでの実際に実験の磁化曲線なんですけど、それをまあうまく表現できるようになってきたというようなことまでは来てます。なのでこういったことも今後取り込んで、さらに改善を進めていきたいというふうに考えております。でまあ、今不連続のセンサーの話をさせていただいたわけですけども、じゃあこれ具体的にどういうところに使うのかっていう話なんですが、まだ明確なアプリケーションは実はありません。なのでもし何かいいものがあれば提案いただきたいんですけども、こちらは一応協力研究者の赤井さんの方で提案しているもので、まあ、例えば記憶の機能を持つ磁気センサーといったものができないかという話です。でこれ先ほどのインピーダンスの特性なんですが、まあ、インピーダンスは高い領域と低い領域があって、その間は不連続に変化いたしますので、例えばこの低い状態を初期値として、でこの不連続になるところが式位置になってて、それを超える磁場が、加わるとこう、位置が遷移するわけですね。インピーダンスは高くなるわけで、その後その式位置を超えた磁場がなくなると、元の初期状態には戻らず、このインピーダンスが高いまま維持できるので、何かそういう、式位置を超える磁界が発生したっていうのを記録できる、そういったセンサーといったものが、に応用できないかというような提案がなされております。であとは薄膜ですので、アレイ化して何かさらに応用展開したいというような提案がなされております。で以上が、不連続のセンサーの話で、でこの後ちょっ と,、従来型の磁気センサーの応用について2点ほど紹介させていただきます。はい、すみません。
で、一つはですね、心理計測応用です。で、これは東北学院大学の薮上先生がやられている中身なんですけど、で、センサーの構造も若干先ほどお話ししたのとは異なっているんですが、まあ、磁性膜の陽位軸を例示するといったところでは同じです。で、ここでは伝送線路を組んでいて、そこの位相がですね、磁場を加えると変化するといったのを利用しておりまして、で、さらに伝送線路のに誘電体を使っているんですけども、その誘電率を変えることで感度を向上させて、さらに検出回路も工夫することで、まあ、生体実機なので周波数としては10ヘルツ前後ということになるかと思いますけど、その周波数で1ナノテスラといった微弱な信号を実現できるようにした上で、実際にこういった、まあ、成人男性のですね、ここが心臓になるんですけども、こういったところの磁場を、開発したセンサーで、まあ、拾ってやってマッピングした結果がこちらになります。で、このちょっとすみません、小さくて見にくくて恐縮なんですが、赤いのが心磁がここから出てきている磁場、まあ、ここにセンサーがあるんですけど、心磁図で、この青で書いてあるのは、まあ、参考のために出している心電図の結果だそうです。で、まあ、心電図でこうパルスが出ているところに対応して、磁場も変化してますし、で、このマッピングの結果と、こちらは論文で出ているスクイットを用いて心磁計測した結果なんですけども、まあ、こちらと、この結果とこちらは非常によく対応しているようですので、まあ、その MI、高射キャリア型のセンサーで、まあ、心磁計測が可能になりつつあるということです。で、これが一つ目の応用の話で、で、もう一つは非破壊検査の話で、こちらは、東北学院大学の小澤先生が、中心にやられているものなんですけども、まあ、渦電流短照といった非破壊検査手法は、すごくオーソドックスなものにあるんですが、簡単に言うと、コイルで胴体に磁場を、高周波の磁場を加えると、その磁場を妨げるように、胴体内に電流が流れます。で、この電流が今度またこちらに磁場を作るわけですけど、もし血管があるとその電流の分布が乱れますので、表面の磁界分布が乱れると、で、それを磁界センサーで拾うといったもので拾うことで、この血管の形状や血管を推定するということをやる技術です。で、ただ対象とする血管が非常に小さくなってまいりますので、当然漏れてくる磁場分布の変化も小さいということで、高感度なセンサーが必要な状況になってきて、まあ、従来はコイルで検出してたものを、まあ、最近は GMR とかこういった高周波キャリアのセンサーでやる、研究が増えております。で、今回は、アルミの板に血管を作って、それをこの高周波キャリア型のセンサーで拾ったといったものを紹介したいんですけども、で、この場合は高周波で、まあ、先ほど生体の場合は 10Hz ぐらいの周波数でしたけれども、こちらは 10kHz、まあ、比較的周波数の高いところです。で、この場合も1ナノテスラといった微弱の信号が検出できるように、まあ、システムを工夫いたしまして、で、実際アルミにこういった1ミリとか5ミリとかの小さな穴を開けて、まあ、スキャンして画像化するとこういうふうに、穴が推定できるといったことが、まあ、実証されております。で、今後はいろいろ、システムの最適化等を図って、より高感度で検出するといったことを進めていく予定になっています。で、すみません、最後に1点だけ紹介させていただきたいんですけども、で、まあ、このセンサーの場合、最後のところで予防性の制御が重要だって話をしました。で、通常我々はアモルファスの磁場のない材料を用いて磁界中熱処理といった技術で予防性を制御しているんですけれども、東北大学の通研の石山先生、橋先生のところでは、逆に磁場を利用してですね、さらに磁場以外にここではモリブデンを使ってますけど、モリブデンとあと使う基板のそれぞれの熱膨張係数の差を利用してですね、うまく異常性をコントロールするという検討をなされておりまして、こちらは、いろいろ厚みを変えたり長さを変えることで異常性の強さが制御できたり、基板によって方向が変わったりといったことが実現できてて、まあ、これの面白いところは、冒頭で例えばリングのような資料だと周方向に違法性がつけられると面白いと話したんですけれども、どうもそういったことも可能のようなので、そういった技術を利用して、まあ、さらなる高感度のセンサーを実現していきたいと考えております。すいません、時間を押してしまって申し訳ありません。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。